財務事務所によりますと個人消費は暖冬の影響で百貨店や家電量販店で冬物の苦戦が見られるものの主要な観光施設で入り込み客がイベントの開催などにより大口の団体客も戻りつつあり全体として持ち直しているとして3期連続で判断を据え置きました。ままた雇用についいてても企業側の人手不足感が強まっている中 有効求人倍率は概ね横ばいいいいいで推移ししてててて改善に向けた動きが続いているとしていますさらに生産活動については輸送機械の生産で能登半島地震の影響から部品供給が滞ったことで一時、稼働率が大きく下がった一方で半導体メモリの生産が持ち直しているため一部に弱い動きが見られるものの緩やかに持ち直しているとして 前前回3ヶ月前の判断を据え置きました先行きについて通財務事務所は雇用・所得環境が改善に向かい景気が緩やかに持ち直していくことが期待されるが世界的な金融引き締めが続く中、海外景気の下振れに伴った物価上昇の影響などに十分注意する必要があるとしています。